あなたの心に火を灯す東洋思想および神道研究家の羽賀光ですフリーメルマがユニはただいま無料で登録受付中でございますこの神社チャンネルでは伝えていないスペシャルで特別な内容をお届けさせていただいておりますのでこの機会にぜひご登録ください。はい えこちら京都のホールからお届けするシリーズ第三弾でございます今日のテーマはこちら神社とお寺の違いというお話でございます、まあ、ざっくり言うと神社イコール神道お寺イコール仏教というふうに考えている方が多いと思うんですが 仏教はどかから来たのか、まあ、当然これインドから中国そして日本とこう伝わってくるわけなんですね。で神仏集合という言葉がございましてもともと明治維新までお寺なのか神社なのかよくわからないという神社がございました。でどっちかっていうと今神社でももともとお寺という神社もございまして。まあ、そののうちの代表的なところが 香川県にございますコンピラさん祀られている神様はコンピラ大権原ですで今でこそ大物主という神道の神様になっておりますがコンピラ大権っていうのは仏教の仏様ですで戸隠しもお寺的要素が強いと言えますしそして神社のそばもしくは神社の中に神宮寺といってお寺と神社がセットになっている、まあ、そういう神社も多くございましたしかし 明治維新の時に日本の宗教国境を神道で統一するぞということで神宮寺壊されましたそしてお寺だったところを神社に帰られた、まあ、そういうところも多くございます。なので江戸時代とかはもう完全にまあ神仏は混合していたと言えるわけなんで違いとは何なのかということは。 もともと混合だったよというところからむしろこれ分けられてしまったというところが強いと思ってるんですが、まあ、そもそも歴史的にこの神道と仏教っていうのはどのように融合していったのかというところを今回はお話をしたいと思います。はい、まずここれ、ね、意外に知知らないいい方多いんでですけどども最最古古のの神社かかご存知でしょうかでっていうのは 神道の歴史これ縄文からずっと始まっているものなのでねあの精霊信仰とかそういった意味ではねずっとこう古くからあるものなんですが最古の神社の社殿という意味です最古のの神社社殿これね実はあんまり知られてないんですけれども実はね今日この収録をしているホールから近めです。でどこかと言いますとこれねあんまり有名じゃない神社なんですけどもはい。 宇治神神社社という神社でございますで祀られている神様が内之脇イラツ子という神様でしてこれね実在する人物なんですね。でこの内之脇イラツ子っていうのはどういう人物かと言いますと王神天皇の子供です大神天皇っていうのは八幡神社の神様なので。 まあ簡単に言うとまあ八万系の神社にあたりますこの宇迦み神社で創建されたのがいつかと言いますとこれ1 6 0年今から千年ほど前ですざっくり言いますとなので最古の神社っていう意味ではこれ宇迦み神,神社なんですねただじゃあそれ以前に神社なかったのかと言いますと当然あるわけなんですよねただ社殿が一番古いという意味ではこちらの神社になりますでもっと古い神社は多くあるわけなんですよ例えば奈良県の三輪大社とか。 九州で言いますと平立神宮とか熊野とかまあ白山とかまあそういった神社ってね非常にこう聖地としては歴史が古いんですけども神社の社殿という意味ではこちらが最古というふうに言われておりますじゃあお寺はどうなのかお寺の方が実は古いですはいこれ有名な世界最古の木造建築物と言っていいですそう日本が誇る法隆寺でございます で法隆寺さまざまな仏様が祀られております有名な薬師如来病気を治すす仏様で,すで他にもこの法隆寺の創建に深く関わった人物が有名な聖徳太子という方がいらっしゃいますがこの聖徳太子に似せて作られたと言われておりますのがこの法隆寺の夢殿と。 いうところに祀られておりますグゼ観音様という観音様がいらっしゃるんですがこれ聖徳太子に顔を見せて作られたと言われているんですね祀られておりますこちら日本最古の木造建築でもっと古いお寺は飛鳥寺の方が古いんだとかっていう話もあったりするんですけども建築物として見た場合このような形になります。こ,こから 仏教よりも神道の方が古い、まあ、神道っていう名前がついたのはそれ以降のことなんですが日本古来から流れてるこの信仰であったり思想であったりお祈りの源流これは神奈美信仰とかひもなんかねあのひもろぎ信仰といったりしますつまりは山を神様として見立てるとか木を神様として見立てるとか岩を神様として見立てるといったようなそういった自然崇拝の神道っていうのはずっと昔からあったわけなんですね。で 仏教が伝来してきたで仏教伝来これいつかと言いますと教科書には500年代というふうに書かれてるんですがいやもっと前から渡来人という方たちがいてこの渡来人たちは仏教を信仰していただから仏教っていうのは300年代とかそれぐらいには日本に伝わってきてたんじゃないのかという説が有力でございます。はい、ただ そこで朝廷内部でこの仏教というものを取り入れるか政権の中枢でこの仏教を取り入れるかどうかというところで喧嘩も起こるわけなんですね。これ有名な蘇我氏と物の部氏の戦いです。簡単に言うと蘇我氏は仏教を取り入れようと。で物の部氏はいや神道で行こうよというところで戦ったという話があったりしますま。これも 物の部はまあ純粋なまあ神道だったのかと言いますと物の部のお寺もあったりするのでいやまあ物の部にもいろいろおったんやという話があったりするんですがまあそういった蘇我氏と物の部氏の戦いというのもあったりしたわけなんですね。でこの蘇我氏とか物の部氏の戦いの時代は一体誰の時代かと言いますとそうこの法隆寺を建てた 聖徳太子なんです何が言いたいかと言いますと日本仏教というものができる過程の中にはこの聖徳太子という人物が深く関わっているということなんですねで、聖徳太子この方は一体何者なのかということがよく分かんないわけなんですよで、神道っぽくもあるし仏教っぽくもあるしもっと言うと儒教っぽくもあるでも よくよく調べてみるとちょっとゾロアスター教っぽくもありユダヤ教っぽくもある。でいろんなそういった宗派であったり思想を問い入れて日本的宗教を作ろうとしたのがこの聖徳太子という人物なんじゃないのかという説がございます。できるる成立する過程の中で聖徳太子って間違いなくキーマンに,なるで他にもまあいろんなキーマンいらっしゃるんですが。 特に今回挙げたい聖徳太子以外のキーマンがこの方たちですはい聖徳太子そして工房大使空海そして最長ですまあ、聖徳太子よりもだいぶ後の時代ですが平安時代に彼らが活躍した空海さん簡単に言うと全国各地に諸国安下しながら回りながら仏教を広めていきました民間にまで広まっていきました こうやったら病気治るよとかこうやったら人生いいことあるよとか悩みから救われるよっていうことを空海さんは全国各地に広げていったわけなんですねもう全国至る所にここ空海さんがいたみたいな伝説が残っておりますそして京都にも当時を作りそして高野山を作くり、まあ、そういった仏教が民間にだっと広がっていくようなきっかけとなったこれ空海さんの功績は大きいわけなんです。で さんのまあライバルと言われたりするんですけれども同時代に来た西長さんという方がいらっしゃるこの方は教育者でございますちゃんと修行していきたい悟りたいそういった人たちは誰でも修行ができればを作りたい、まあ、そうやって作られたのが比叡山遠略寺でございますそして西長さん亡くなった後もこの比叡山延暦寺っていうのはそういった仏道修行するための修行の場として多くの僧侶たちが育ちました。 教育者である西長さんとそしてまあんでしょう宣伝マンとしての空海さんこの方たち2人がいて日本仏教というものができ,きたわけなんですねでそっからその空海さ長さんっていうベースがあっての鎌倉時代に入った時に様々な仏教ができてきてます何かっていうとこれ鎌倉仏教全面展開花開いていったわけなんですね。 次宗一辺さんとか今も残っております浄土宗とか浄土真宗とかもそうですしもしくは道元さんとか英才さんとか禅宗、まあ、ですよね、まあ、そういった禅宗系のものもあったりとかいろんな鎌倉の仏教というものができてきたわけなんです。そして今もなお お葬式する時には私たちの家浄土真宗なんですとか私たち浄土宗なんですみたいな感じでずっと残るような日本仏教というのができてきたわけなんですけども何が言いたいのかということなんですね今回ポイントなんですが仏教っていうのは確かにインドから伝わってきた中国から伝わってきたって感じなんですけどもいやこれねインドで伝わってる仏教とか中国で伝わってる仏教と日本仏教っていうのはもう別物だということなんです。これ日本独自の信仰宗教と言ってもいいぐらいら違うわけなんですね。 そういった日本の浄土宗とか浄土真宗っていったものは必ずその根底に流れているのは私は神道のエッセンスだと考えておりますそうそして神道って何かっていうとこれがまさに日本人の精神であったり考え方なんですけどもいろんなものを取り入れていくということなんですね日本料理もそうです、ね、イタリアンもあったりとかフランス料理もあったりとかカレーがあったりとかラーメンがあったりするコーヒーもそうです。 そういった海外から,から伝わってきたものを日本的にこう仕上げていくわけなんですスポーツだってそうです学問だってそうですいろいろから海外から来たものを取り入れていくということが日本人には,日本人にはあるんですが日本仏教というのもそうで世界から伝わってきたさまざまな宗教というのは混合されて進化していくそれが日本仏教だと思います結論言います。 日本仏教とは根底に神道が流れるる日本でであるというお話でしたなのであの、ね、仏教とは一体何なのかということなんですが、まあ、こういった確かに聖徳太子さんとか空海さんとか最澄さんといった方たちが関わっていることは間違いないとは思いますがはいそういういことですで、ね、そしてこの神仏集合ともう本来神道とか仏教というのは混然一体となっているものなんだよということなんですがその代表的なものが八幡神仰でございます。 八幡神社神社なんですが祀られてるのは八幡大菩薩菩薩は仏様でございます神仏集合の一つの形としての現れということです今日本で必要なのも対立ではなく統合ですバラバラなものごちゃごちゃなものを統合していくということが大事だと思いますはい。ということで今回は神仏集合のお話をさせていただきましたこの動画をご覧になったあなたの開運をお祈りしております萩光でした